ブルージェイズ時代ラリードウェイン・ワイズはアメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1997年の MLB ドラフト5巡目でシンシナティレッツに指名されプロ入り。1999年ルール5ドラフトでトロントブルージェイズに移籍。2000年4月にメジャー初昇格。しかし、 打撃が振るわず28試合に出場して打率は1割3分6厘に止まった。翌2001年は主に AA 級テネシースモーキーズでプレーするが、打率が2割3分台に低迷し、メジャーに昇格することはできなかった。2002年はトリプル A 級シラキウススカイチーフスで3割近い打率を残し、2年ぶりのメジャー昇格を果たす。十二試合に出場して三本塁打を放ち、 5盗塁と、瞬速もアピールしたが、打率は1割台に低迷し、翌2003年は再びマイナー生活となった。2004年、アトランタブレーブスとマイナー契約。2年ぶりのメジャー昇格を果たし、自己最多の77試合に出場して、打率2割2分8輪ながらも37安打、6本塁打という成績を残した。シーズン終了後、ウェーバーにかけられ、 デトロイトタイガースに移籍。しかし、2005年は主にトリプル A 級トレド・マット・ヘンズでプレーし、オフに解雇される。2006年、レッツへ移籍。2年ぶりにメジャーに昇格し、31試合に出場した。2007年は5試合出場に止まり、シーズンの大半をトリプル A 級ルイビル・バッツで過ごした。オフにレッツを解雇される。二千八年三月に、 シカゴホワイトソックスと契約。カルロス・クエンティンや、ケング・リフィー・ジュニアのバックアップとして57試合に出場。2009年7月23日のタンパベイ・レイズ戦、ホワイトソックスの先発マーク・バーリーが8回まで、レイズ打線をパーフェクトに抑え、完全試合達成が目前に迫っていた。9回表から、中堅の守備固めに入ったワイズは、先頭打者ゲイブ・キャプラーが放った。 ホームラン製の大飛球をフェンスにぶつかりながらジャンプして候補し、バーリーの大記録達成をアシストした。試合後、ワイズと固く抱き合ったバーリーは、彼だから取ってくれると期待していたと語った。試合後、ワイズは、今までで多分、ベストキャッチだと胸を張った。ブレーブス時代の2004年には、ランディ・ジョンソンに完全試合を達成された試合に出場しており、ワイズは、 敵味方の両方で完全試合を経験した選手になった。また、ホワイトソックスファンで知られるバラク・オバマ大統領は、バーリーへの祝福の電話の中で、ワイズに大きなステーキをご馳走しなきゃいけないぞと話したという。しかし8月9日に40人枠から、ハズレトリプル A 級、シャーロット・ナイツに降格。11月25日には、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。 2010年6月1日に FA となるオプションを行使、5日にブルージェイズとマイナー契約を結び10日にメジャー昇格し52試合に出場した2011年1月12日にフロリダ・マーリンズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加したが開幕ロースターから外れ解雇される4月11日にブルージェイズとマイナー契約を 結んだが6月9日に解雇され、15日にマーリンズと再びマイナー契約を結び、17日にメジャー昇格。8月26日にはウェーバーでブルージェイズに移籍。10月6日に FA になった。2012年1月4日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結ぶ。メジャー昇格を果たし、ガイアのバックアップを務めていた。 2012年7月24日にトレードで加入してきた一郎に押し出される形でロースターから外れほどなくホワイトソックスへ移籍した。シーズンの出場試合数は初めて100を超えた。オフの11月21日に1年70万ドルで再契約を結んだ。しかし、翌年2013年8月3日に解雇された。 打撃に確実性がなく、レギュラー定着を妨げているが、総力、守備力があり、オジー・ギー銀ン監督も高く評価している。2001年、2003年、2005年は、試合出場なし。ありがとうございます。